阪神甲子園球場です。高校チーム対先攻チーム23回戦の模様をお送りしてまいります。高校チームの先発は右の平松、先攻チームの先発はうなる剛速球、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。さあ注目の立ち上がり、バッターは第9低めボール、第2球低め見送ってストライク、第3球を投げました、打ちました、ショート右取った、ショートから一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター背番号14第9初球外れてボール、投球これから2球目、打ちました、1、2塁間のゴロ、高木ボールを取る、1塁へ送る、平松取ってアウト、これで2アウト、ランナーありません。背番号21第9投げた、インサイドストライク、まずは見送りました。第2球アウトコース高め空振り、第3球を投げた、三振、平松上々の立ち上がりを見せています。先行チーム無得点で終了です。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッター第9投げた、ボール、これはわずかに外れています。第2球インハイ際どい球、ボール、カウントは2ボールノーストライク、投げた、決まってストライク。第4球を投げた、決まったストライク。第5球投げました、内角高めいっぱい、見逃し三振、内角高めいっぱいに決まった。第1球ボール、第2球投げました、ボール、わずかに外れました。カウントは2ボールノーストライク、投げました、3球目ストライク。第4球を投げました、4球目空振り、少し迷ったか。第5球投げました、打ちました、ダイレクトでボールを掴んでアウト、2アウト、バッターは王。第9投げた、初球から打ってった、しかしこれは距離が出ないレフトフライ、取ってこれで3アウトチェンジ。今日は上々の立ち上がりです。1回が終了しまして、先攻チーム同じく立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、先攻チーム攻撃に入ります。バッターシーズン最多本塁打記録を狙います。ボール、バッターよく見ました。第2球投げた、変化球ストライク、外角高め、変化球にキレがあります。会心の当たり、長嶋掴んだ、一塁送球アウト、いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。第9初球見送ってストライク、第2球投げた、これは見送ってボール、外れてワンボールワンストライク、投げた、ストレートはボール高め、カウントは2ボールワンストライク、投げた、インロー際どい球、ボール、カウントは3ボールワンストライク、投げました、打った、センター方向に持っていきましたが落下点に入った、取りました、これで2アウト、ランナーありません。そして次のバッターは第9投げました、初球引っ張った、打球はライトへ、ライト前ヒット、クリーンヒットです。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、いいバッティングを見せました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。バッターは7番、第9投げました、まっすぐ見送ってストライク、第2球投げました、打った、流し打ち、三塁線、鋭く切れていきました、ファールです。投げました、打ちました、抜けた、二塁ランナーそのままホームへ向かった、ホームイン、先攻チーム1点先制、1対0。バッターはセカンド背番号9、第9投げた、ボール、第2球低めボール球打った、ピッチャー返し、二塁アウト、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって1対0、先攻チームまずは先制しています。2回の裏、1点を追いかけます。高校チーム攻撃に入ります。バッターは長嶋。さあ次の投球、ストレートはボール、アウトローへ、
カウントは2ボールノーストライクです。投げた、4球目ストライク。さあ5球目ボール、わずかに浮いています。フルカウント、ここはフォアボールになります。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。第1球チェンジアップはボール。投球これから2球目、2球目空振り。第3球を一塁ランナーでキャッチャー二塁へ送球、盗塁を許します。長嶋今シーズン9個目の盗塁を決めています。次が4球目、打ちました、ショート正面、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。バッターは6番若松。第1球ボール、セカンド牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、センターへの打球ヒット、バックホームする、タッチアウト、ツーアウト。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。左バッターボックスは7番、まずは二塁牽制、二塁タッチはセーフ。第1球投げた、内角高め、外れてボール、強気で攻めてきます。投げた、2球目ストライク、キレのある変化球。第3球は空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、打った、当たり損ない、ショートこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。ノーアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。2回が終了しまして1対0、先行チーム1点リードは変わりません。先行チーム、この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターうなる、打ちました、初球打ち、ライトフライ、飛距離は出ていません、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターシーズン最多安打まであと4本としています。初球を打ちました、ピッチャー返し、センターからセカンドへ、ヒットを放ちました。バッターはシーズン最多二塁打まであと6本としています。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球一塁ランナー走った、二塁送球はどうだ、盗塁成功、ランナーが一つ先の塁に進んでいます。二塁へ牽制を送ります、二塁タッチセーフ。第2球投げました、ボール、ここはよく選びました。カウントは2ボールノーストライク、外れた、ボール、カウント3ボールノーストライクです。ここは歩かされます。ランナー2人を置いて迎えるバッターは、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。タッチはセーフ、2塁はセーフ。第1球ストレートはボール。第2球内角ギリギリいっぱい、ストライク、変化球にキレがあります。第3球アウトロー、カーバー外れてボール、慎重に攻めてきます。カウントは2ボール1ストライク、追い込んで投げました、ボール、アウトコース高め、カウント3ボール2ストライクです。空振り三振、低めの変化球にやられました。ランナー2人を置いて迎えるバッターはシーズン最多打点まであと5として、2塁タッチはセーフ。第1球投げました、変化球はストライク、タイミング合いません。セカンドランナーちらっと見た、投げました、アウトコース低め、外れてボール、バッターよく見ました。カウント1ボール1ストライク、空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、変化球、空振り三振、大事な場面で2者連続三振。ワンアウト1塁2塁のチャンスでしたが、得点には結びつきません。3回の表が終わって1対0、先行チームこの回0点に終わっています。第1球投げた、初球空振り、いきなり153キロ。第2球投げた、インロー、スプリット外れてボール、これはわずかに外れています。カウントは1ボール1ストライクです。第4球を投げた、ボール、慎重に攻めてきます。カウントは3ボール1ストライク、投げた、見送ってストライク、キレのある変化球。次が6球目、投げました、外れました、フォアボールです。先頭バッターにフォアボールを与えます。第1球初球から送ってきました、ピッチャーの右へ転がした、一塁送球、一塁はアウト、ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。
第1球投げました、ボール。第2球決まった、ストライク。投球は3球目、投げました、ボール。わずかに外れました。カウントは2ボール1ストライク。投げました、ボール。カウントは3ボール1ストライク。振り返って二塁牽制球、二塁タッチセーフ。第5球投げました、打ちました。これはショート正面、アウト。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。ランナー一塁置いて迎えるバッターは高木。最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。第2球アウトコース空振り。第3球を投げた、低め、チェンジアップ外れてボール。カウントは2ボール1ストライク。さあ4球目、アウトローへストライク。追い込んでから打った、抜いていった、ライトバックホーム。高木ヒットを放ちました。これで2打数の1安打。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。第1球投げた、ボール。まずは低め、これはわずかに外れています。投げた、低め、ボール。わずかながら外れています。カウントは2ボール、投げた、変化球ストライク、インハイへ。一塁牽制、一塁タッチセーフ。もう一度一塁牽制球です。あっと落とした、落とした。投げた、高速スライダー見送ってストライク。一塁へ一つ牽制球を送りました。タッチはセーフ。再三ランナーを牽制します。打った、これは強烈、入れば逆転だ。打球はそのまま伸びて、ライトを見送った、ホームラン。第23号逆転スリーランホームラン。打球は無情にもライトスタンドへ。おお、一振りで逆転。ここは踏ん張れませんでした。なんとか抑えてほしかった。バッターは長嶋。最初のバッターボックスはフォアボール。第1球投げました、第2球投げました。これもしかし空振り、少し迷ったか。第3球を投げました、スプリット、空振り三振。長嶋全くタイミングが合いません。阪神甲子園球場からお送りしています。序盤終了しまして3対1、先行チーム2点をリードされています。試合はこれから中盤4回に入ります。バッター、第1打席はセンターフライに倒れています。第2球投げました、外角、スライダーは外れてボール。カウント1ボール1ストライク。カーブはボール、アウトコース低め、2ボール1ストライク。バッティングカウント、インハイ、外れてボール。カウントは3ボール1ストライクです。投げました、変化球見送ってストライク。第6球を投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振。バッターは今日2度目のバッターボックス。第1球投げた、ボール。まずは内角、ここはよく選びました。第2球ボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球をカーブはボール、カウントは3ボール。次が4球目、投げた、低め、外角、ストライク。タイミング合いません。次が5球目、空振り、タイミング合いません。さあ6球目、146キロ直球、空振り三振、4連続三振。バッターは第1球投げた、初球を打った、これはヒットになります。ボールは中継、ヒットを放ちました。バッター、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。タッチセーフ。第1球ボール、これは外れます。第2球投げました、アウトロー際どい球、ボール。慎重に攻めてきます。カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました、打ちました、ピッチャー返し。ボールは中継、ヒットを放ちました。これで2打数の1安打。第1球投げました、外、ボール。第2球投げました、流し打ち、どうだ、レフトへの当たり、ヒット。2塁回って3塁へ、打球が転がっている。先行チーム1点返しました、タイムリー。これで2打数の1安打。
先ほどヒットを放っている。シーズン最多安打まであと3本としています。先行チーム一打同点のチャンス。第2球投げました。高めボール球打った。ヒット、ボールは中継。先行チーム追いつきました。3対3。ツーアウトランナー1塁2塁となりまして、第9、低め決まってストライク。第2球投げた、空振り。少し迷ったか。2塁牽制、タッチはセーフ。2塁はセーフ。第3球は145キロ直球、空振り三振。全くタイミングが合いません。4回の表が終わって3対3。先行チームこの回2点返して同点としています。4回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターは最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第2球投げた、打った、ファールボール。追い込んで投げた、打ちました。ボールを掴んだ、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは切り札若松。第9、初球から打ってった、ショートバウンド。軽快な守備を見せました。これでツーアウト、ランナーありません。第9、チェンジアップはボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、見送ってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました、低めボール球打った、当たり底でのセカンドゴロ、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。この回ピシャッと3人で抑えています。4回までが終了しまして3対3、同点です。先行チーム、この回はクリーンアップからの攻撃になります。バッターはここまで2三振といいところがありません。第2球インコース高めいっぱい、ストライク。第3球を投げました、ボール。バッターよく見ました。カウントは2ボール1ストライク。アウトサイド空振り。第5球投げました、145キロ直球、空振り三振。2者連続三振になりました。第9投げました、外れた、ボール。第2球2球目ストライク。第3球を投げました、スライダー空振り。変化球にキレがあります。第4球を投げた、インコース引っ張った、クリーンヒット。レフトからセカンドへヒットを放ちました。初安打。バッターシーズン最多本塁打記録まであと8本としています。今日はセンターフライと三振。さあ次の投球、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、ボール。カウントは2ボール1ストライクです。第4球を投げた、ボール。ここはよく選びました。カウントは3ボール1ストライクです。投げた、5球目ストライク。第6球を投げた、打ちました、痛烈、いった。打った瞬間それとは入った、入った、ホームラン。第56号ツーランホームラン、スタンドへ突き刺さった。一振りで勝ち越し。チームメイトが迎えます。バッターはこれが3度目のバッターボックス。第9投げました、スライダー、ボール。第2球投げました、ボール。バッターよく見ました。カウントは2ボールノーストライク。投げました、変化球ストライク、インコースへ。投球これから4球目、打ちました、取った、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。続くバッターは第9投げました、打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった、アーチは入った、入りました、ホームラン。
先行チームリードを3点に広げます。バッターは今日3打席目、第1球見送ってストライク、1球目ストライクから投げました、低めいっぱいストライク、第3球を投げた、打ちました、1、2塁間へ、高木ボールを取る、セカンドから1塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって6対3、先行チーム3点勝ち越しです。5回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッター森、第1打席はフォアボール、第2球投げた、ボール、わずかに外れました、カウントは1ボール1ストライクです。投げた、インハイギリギリいっぱい、ストライク、投げた、ボール、これはわずかに外れています、平行カウント。さあ、ここは低め、空振り三振。バッターは代打、第9投げた、初球はストライク、投球これから2球目、打ちました、抜けた、ヒットを放ちました。バッター、今日は三振とショートゴロ、まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ、肩越しにランナー見た、直球ストライク、いきなり151キロ、1球目空振りからボール、慎重に攻めてきます、カウントワンボールワンストライク、投げました、打ちました、掴んだ、二塁へトス、二塁アウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。5回の裏が終わりまして6対3、先行チーム3点リードは変わりません。平松マウンドを降りまして、左の今シーズン40試合目の登板、ゲームは後半に入ります。バッターうなる、剛速球、ボール、投げました、打った、レフトへ行った、ヒットになります、ヒットを放ちました。バッターは今日はここまで3打数2安打、まずは一塁牽制、タッチはセーフ、第1球打ちました、初球打ち、ショートの右、ゲッツーコースだ、二塁アウト、アウト、ダブルプレー。そして続くバッターはシーズン最多二塁打まであと6本としています。第1球投げました、ボール、ここはよく選びました。第2球投げました、チェンジアップ、空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、見送ってボール、バッターよく見ました、ツーボールワンストライク、バッティングカウント、投げた、打った、ショート右へのゴロ、ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって6対3、先行チームこの回無得点です。高校チーム、この回は上位打線から始まります。バッター高木、これが3度目のバッターボックス。第2球投げた、ボール、わずかに外れました、カウント1ボール1ストライク、投げた、スプリット決まってストライク、投球これから4球、155キロ直球、空振り三振。まずは先頭バッターを三振に切って取りました、投げた、スプリットはボール、第2球打ちました、いい当たり、センターへ上がった、センターバックしていった、取りました、これで2アウト、ランナーありません。次のバッター長島、今日はフォアボールと三振、投げた、見送ってストライク、第2球低めの球、空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、空振り三振、バットアウト、最後はキレのある変化球。阪神甲子園球場からお送りしています。中盤まで終了しまして6対3、先行チーム3点リードは変わりません。試合は終盤7回に入ります。バッターは今日はここまで3打数ノーヒット、3三振。第2球投げました、打ちました、ヒット、ヒットを放ちました、今日初めてのヒットになりました。バッターはシーズン最多打点まであと5としています。
まずは一塁牽制、タッチセーフ。第1球ストレートはボール、1球外してきました。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。第2球投げました、チェンジアップはストライク。落ちる球に全くタイミング合いません。投げました、ボール、大きく外れました。カウントは2ボール1ストライク。投げました、打ちました、ファール。次が5球目、ボール、ここはよく選びました。カウント3ボール2ストライクです。投げた、打った、センターへ飛んだ、これはヒットになります。ボールは中継、ヒットを放ちました。さあチャンスを広げました。第1球投げた、チェンジアップ見送ってストライク。肩越しにランナー見た。さあ次の投球、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。追い込んでから第3球を打ちました、センターへの打球取りました。打球を確認して三塁へ向かう。ワンアウトランナー一塁三塁に変わります。バッターは6番。第1球投げた、ボール。第2球投げた、ボール。カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げた、ボール。カウント3ボールノーストライクです。第4球を投げました、決まった、ストライク。ここは1球見ました。第5球ランナースタート、キャッチャー送球セーフ、2塁はセーフ。今シーズン3個目の盗塁を決めています。さあバッターチャンスをものにできるか。さあ6球目、三振、バットが空を切りました。今日3打数3安打の先行チーム、1本打ってダメ押しといきたい。投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、アウトロー際どい球、ボール。バッターよく見ました。カウント1ボール1ストライク。第4球を投げました、打ったいい当たりだ、センターへのフライだ、センター下がった、取りました。これで3アウト。力みすぎたか、先行チームここは結果を出せませんでした。7回の裏、高校チームラッキーセブンの攻撃に入ります。バッター今日はショートゴロとセカンドゴロ。投球これから2球目、またも空振り、これで追い込みました。追い込んで投げた、ボール。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた、ボール。カウントは2ボール2ストライク。さあ投球はストライク、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。第1球投げた、低め際どい、ボール。わずかながら外れています。投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、ボール、低め、これはわずかに外れています。カウントは2ボール1ストライク。第5球投げました、流し打ち、ファールボール。次が6球目、投げました、打った、センターフライ、飛距離は出ていません。センター取りました、これで2アウト、ランナーありません。今日はショートゴロとセカンドゴロ。先行チームピッチャーを交代します。交番左の、これが9試合目の登板。第1球投げました、初球を打ちました、取った、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わりまして6対3、高校チームラッキーセブンは無得点で終わりました。マウンドを降りまして、マウンドに上がったのは今日3人目のピッチャーとして登板です。8回の表、先行チーム攻撃に入ります。バッターは今日4度目のバッターボックス、投げました、初球外れても、第2球投げました、外角球空振り。第3球を投げた、変化球ストライク、アウトコースへ。バッター追い込まれました。次が4球目、投げた、打ちました、高木ボールを取る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターバッターは切り札に変わりまして、背番号11、第1球投げた、1球目ストレート空振り、
第2球。このボールも空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、ストレート、空振り三振。全くタイミングが合いません。そして次のバッターはシーズン最多安打まであと2本としています。今日はここまで4打数2安打。第2球投げた、2球目ストライク、重そうなストレート。第3球、3球目空振り、タイミング合いません。追い込んでから第4球を投げました、打ちました。これはファースト真正面、おお、そのままベースに入ってスリーアウト。先行チーム三者凡退に倒れました。8回の表が終わって6対3、先行チームスコアボードに0が入ります。8回の裏、3点を追いかけます。高校チーム攻撃に入ります。バッター森、今日はフォアボールと三振。投げました、外角低め、外れてボール、わずかに外れました。カウントは2ボール。投げました、打った、レフトフライ、飛距離は出ていません。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは切り札田淵。第9ボール。第2球投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク、伸びのあるストレート。投げました、外角高め、際どい球、ボール。これはわずかに外れています。カウンター2ボール1ストライクです。直球ストライク、アウトコース。さあ投球は5球目、投げた、打った、掴んだ、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。投げた、ボール。第2球投げた、打ちました、ダイレクトでボールを掴んでアウト。この回きっちりと3人で抑えています。8回までが終了しまして6対3、先行チーム3点リードは変わりません。降板、ここでマウンドに上がったのは今日4番手としてマウンドに上がります。いよいよ最終回を迎えました。バッター、今日5度目のバッターボックス。第9投げた、これは引っ掛けた、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターはこれが5度目のバッターボックス。第9インコース低め、ストライク、キレのある変化球。第2球投げた、これも空振り、少し迷ったか。第3球を投げました、打った、痛烈な当たり、ボールはライナーでセンターへ、センター掴みました。続くバッターはシーズン最多打点まであと5としています。第9初球を打った、セカンド真正面、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。先行チーム三者凡退に打ち取られました。9回の表が終わって6対3、先行チーム無得点で終了です。高校チーム、この回は2番からの好打順、バッターは高木。先行チームピッチャー交代です。マウンドを降りまして、ルーキーの今日4人目のピッチャーとして登板です。第9投げました、内角、ボール。第2球投げました、アウトコース低め、ストライク。第3球を投げました、3球目空振り。第4球は打った、ピッチャー返し、今拾った、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター王。第9インコース、シュートは外れてボール。第2球投げました、打った、これはいい当たりだ、さらに伸びていく、見上げた、ホームラン、第24号ソロホームラン。お、今日これが2本目のホームラン。ムービングファーストを完璧に捉えました。高校チーム1点返しました。今チームメイトが迎えます。そして続くバッターは長島。第9投げた、初球から打ってった、ダイレクトでボールを掴んでアウト、2アウト。次のバッターは先行チーム、ここは何としても抑えたい場面、スラーブはボール。
さあ次の投球決まってストライク。第3球を投げた、決まった、ストライク。さあ次が最後の投球になるか。第4球を投げた、打ちました、三遊間のゴロ、ボールを掴んだ、一塁送球アウト、試合終了です。先行チーム2点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローは、本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は6対4、先行チーム2点差で勝ちました。勝利投手は、敗戦投手は平松、そして西武は、実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。